中央公園は東京都北区十条台にある北区立の公園である。東京都北区立公園条例による名称は東京都北区立中央公園と称している。面積は65,620平方メートルあり、北区立の公園として飛鳥山公園に次いで最大である。十条駐屯地の南門あたり、公園付近一帯は明治時代から戦前にかけては、 東京第一陸軍造兵賞があり、陸軍で使われる銃弾などの兵器を製造していた軍用地であった。第二次世界大戦後、当地は米軍に接収されて、東京兵器補給省の一部となった。一部は1959年に陸上自衛隊従場駐屯地になったほかは、残りは米軍の王子キャンプとして利用され、ベトナム戦争時にはキャンプ内に、 野戦病院も置かれていた。これに対し、野戦病院の閉鎖や日本への敷地返還などを求める運動が持ち上がり、1968年頃には全学連などによる暴力デモが付近で展開された。なお、このデモの中で投石をやめさせようとした一般人が学生の投石を受けて左目を失明している。そうしたこともあり1971年に、 当地は返還され、公園として整備され、1976年に北区立中央公園として開園して、現在に至っている。公園内には、戦前置かれていた、東京第一陸軍造兵将の本部の建物が、現在でもそのまま残されており、現在では、中央公園文化センターとして、生涯学習の場として、各種ホールや会議室、 研修室などが入った施設となっている。この建物は1930年の建設で、米軍接収後は元の茶色から白色に塗装され、その特徴ある外観か,からドラマや映画のロケなどにもしばしば利用されている。同じく旧陸軍施設だった東京砲兵、交渉重砲製造所275号棟を、 活用して建設された帰宅立中央図書館が2008年6月28日に開館。これに伴って文化センター図書館は2008年6月2日をもって閉館となった。中央図書館は275号棟の赤レンガを外観、内装に活かし、愛称も赤レンガ図書館としている。ありがとうございます。